とにかく積極的に新しいこと、経験のないことでも取り組むぞと、やってみるぞという精神がずっとあったと思いますね。設計の技術力と、あと製造の技術力と両方兼ね備えているというのが特徴だと思ってますね。これが今まで高周波のコネクタでは JAXA から認定されたものがなかったんですね。やっぱり信頼性の高いものを作らなきゃいけないんだと、そういうメーカーなんだと。楽しんでやらないとやっぱりいいものはできないというふうに思いますね。日本のものづくりの力というのは、際立っている、そこに強さがあるというふうに思ってるんですね。それによって安心安全な世界を作り出していくことに貢献できればいいなというふうに思ってます。